やがれ。この様子、巨人化される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや、人類の敗北だ。やっぱり女型の巨人は兄だったんだな。あいつ、壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。試してんのに。くそ、なんでだよ。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手が兄だから迷いが残ってるのか。何も捨てることができない人に何も変えることはできない。作戦はどうなった。エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。厳しい状況だが、なんとかするぞ。あら、コニーか。エレン、女型の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。エレン、まだ兄と戦うことを躊躇してるんじゃない。分かっているでしょう。メガタの巨人が兄だってこと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょ。なんでお前らは戦えるんだよ。仕方ないでしょ。世界は残酷なんだから。分かった。私も行こう。
さん、迎撃の準備は万端だ。女型の足を狙って動きを止めるんだ。おいエレン、お前まだ巨人になれないのかよ。さっきからやってる。でもできねえんだよ。エレン、お前ふざけんな。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。気回りして迎撃準備をしておいたの。女型の足を狙って動きを止めて。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ない。世界は残酷なんだから。疲弊している。今のでも
交換できないはずだ。今度こそ決着をつける。兄、君の思うようにはさせない。仕方がないって顔してたな。いつもつまらそうにしてた。そんなお前も父親仕込みの格闘術を披露するときは生き生きとしてた。今のお前はどんな顔して戦ってんだ。もうわかんねえよ。怪我をさせた責任はお前を倒すことで取る。正体が兄でも何とかしねえと。まずいぞ。何何なのよ、あの巨人。なんだこの巨人は。倒さないと。よせ、こいつは巨人化できる例の神兵だ。巨人化って、あの噂本当だったの。正体が兄でも、なんとかしねえと。わけにはいかないんだ。お前はずっと正体を隠してたのか。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていたのに。兄、お前何のために戦ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。これがエレン・イエーガーの力か。やった、やつは本当に味方なんだな。やられたやつの方が敵だよね。目固め止めてやる。